残ってくるでね。ああサミーラこれがね。それはうまい。そうそうこれで。そうそうそうずっとこれだった。ずっとこれ何回もやられたこれ。いいタイミングだって思ったら。ウルトウルトウルト。おかった。ウルト偉い。これジェイド。はいサミーラー。おお。サミーラが落ちねえ。なんだあれ。はいこんにちは。初心者5人でリーグオブレジェンズ始めました。いつも何言ってたっけ。あ、でもこれやり直しレベルだな。取り直し隅さすぎるんじゃ。収録がこのままいくよ。このままいくよ。自分たちの試合をリプレイで観戦していきます。今回はブラインドピックの試合です。チーム構成はトップ、ガレン、ジャングル、ボリベア、ミッド、ガリオ、ADC、ミス・フォーチュン、サポート、ノーチュラスです。相手が、グエン、マサイ、アーリ、サミーラ、なんだっけ、パンテオンですね。お、なんか、グエンにもういじめられてる人がいる。これでボコボコにされてたの。早い。帰った方がいいってずっと言われてたやつ。うん、ダメージレースで勝てないね。あ、もうフラッシュ使った。ガリオが来たが、間に合うか。ちょっとね、9だけで削り切れる気がしなかった、ガリオには。追い返したって感じだね。うん、しなかっただけ、おんの字だな。朝日さん、声小さいっす、やっぱ。なんだって多分喋ってる声が小さかったな、今。最近、上司にも言われたからね。声が小さいって。声が小さいって。元気ないよって。金曜日だからって。部活ぐらいでしか言われるな。ダメ取りは経験いるよ。おお、それはダメし。もっと大丈夫？正直この試合はね、パンテオンの対処が全然わからんかったね。いやなんかね、射程分かってんのに近づきすぎるんだよな。フォーチュンの前に出ようと思ったら。あーまあそうね。そう。ちょっと近いね、確かに。射程ギリギリに横に避けなきゃいけないタイプね。ミニオンを置かないと。うん、あとパンテを遠距離になるとき栄翔中って出るからで、まあそうだね、そうなったられるのは分かる。避ける準備をしとかなきゃいけない。あ、そうなの。あの槍ってさ、うん、なんか遠距離とあれで違うの。あ、なんかその立ち位置はそうだね。あーよく言った。我慢するのも大事だよ、ノートラス。今多分フック欲が抑えきれないでいる。やったーやったー。レベル2のパンテオンに喧嘩を仕掛ける。あーダメです。久しぶりだもんね、それ。あ、やばい、フックが当たると思ってしまった。コマちゃんが追いかけられてる。あー死んだかな、これは。お、タワー下でスタン入れろ。あの9さっき使っちゃった。あーはい、全レーンボロ負け。逆に振り出しみたいなとこあるから。ちなみにこの時もう完全に集中力なくなっててね、ボリビアとガレンがいたこと知らなかった。味方にはすごいな。昨日ジャンさん調子悪かったもんね。え、ボリビアガレンと思った。ね、副反応だよ、副反応。副反応か。まあそれはしょうがない。まあ難しいよね。ありゃあら、トップレーンが崩壊しました。あのトップレーンとミッドレーンは確実系が終わったらもう何もできんからね。うん、あれは、まあ、でもさすがにしんどいか。いや多分普通に殴り勝てる。はい、あのスキルさえ上がれば。うん、今回はスキルオールインしちゃってるから無理かな。あ、ウルト意味ないのか、対面じゃ。そう、対面だからね、何もできない。ガレンのいかんところはそれなんだよな。自分自身にウルト使えればいいんだけど。最初ね、全然使い方わかんなかった。どうやったら発動するのと思って。敵に向かって、味方指定かよって。R 出してね。味方指定かよって。あ、これ倒せるって思ったところだ、パンテオン。フックが引っかかれば。うん、いける、いける。素晴らしい。あれはいけるレベルだったけど。ミラいけると思って。ちゃった、なぜか。フォーチュンがいればサミラはやれた。まあそうね。あれ、なんか死体が
あれ？いつの間に死んだ？タワースタでやられてんだけど、なんか死体がいた。あ、うまいうまい。冗談当てろ。冗談当てればワンチャンある。打たない。なんかあれ、マナをさ大事にする傾向にあるよね、キジバトマン。打っていいんだよ全然。そうね。いや、これキジバトマン。ちなみにこれな、これ朝日か。自分は9は割と積極的に打つよ、当てられるんだったら。惜しい。 CS 取るのにも使うし。今だよ、ね、ジャンさん。行くなら今、行くなら今よ。いや、これね、すっごいミニオンが邪魔なんだ。ミニオンにやられるね。そうね、ミニオンに。そう、まあ、対策したので相手もしっかり。このパンツ、すごいレーンに残ってくるよね。ああ、サミーラ、これがね。それはうまい。そう、これで。そうそうそう、ずっとこれだった。ずっとこれ、何回もやられた、これ。いいタイミングだって思ったら、避けられる。ね。さすがにその E は調子乗ったか。言えるのずるい。あら。あるある。あるある。右辺はいけるか？いける。いけそうだけど。さすがにレーダー様が2人がかりなら。あー、もう一人だ。あー、サームはまずいー。お、クマも来た。クマ、やれ、来たんだ。いけ、キツネも食べるんだ。フラッシュ使えた、もう無理。うん、もういい、でもいいか、うん、割といい。悪くない。オードカメラさ、戦闘中に他の場所飛ばすのやめてくんねえか。そう、リスポーンした人になぜかね注目するっていう、ね、そこ見てもしょうがねえんだわ。当たんなかった。よし、ウルト、ウルト、ウルト。お、使った、ウルト、えらい。とりあえず自衛ウルト。はい、サミラあれがウルトだよね。サミラ、あれはウルト、うん、サミラ強いんだよな。サミラ強いんだよね。あ、カキーンとか言って全部消すのあれずるいな、マジで。ウルトが全部ね、やられるんだよな。防御手段として強いわけ？ウルトが。いや、違う。サミラね、防御手段がある、スキルに。そう。あ、そうなの？サミラこれか。これじゃなくて、これかな？これかな？範囲内に入ってきた敵の飛翔物を破壊する。それはすごいね。これでフォーチュン塗るとか意味をなさなくなっちゃう、うん、完全にフォーチュンメタられとる。フックも多分消せるから。そう、何も入んないあの状況で。うまいサミラ全部ね、うん、避けれる。向こうがしてくるわけ、うん、まあそういう飛翔物消す系のチャンピオンはちょくちょくいるけどね。あ、そうなの。うん、野草とかもなんか一応、そう、野草とかも全部消せるから。野草もほらほらほら、これ消せるよ。回り込まれちゃうのよ。また同じことやられた。何に向かってあれブリンクしてる？普通にブリンクっていうスキルがある？わからん。わかんない。なんか、あ、これがダッシュか。敵を通り抜けるようにダッシュか。強すぎる。メカ使おうとしたけど全部クールタイムだった。そういうことか。そいつ捕まえてもしゃあないんだよな。ああ、いい様が。あ、いい様がいらっしゃった。あー、ムカつくな。でもこんなに負けてるのに喧嘩を売るジャンさんが悪い気がする。フックが当たると思ったら。フック当てたい病なんだよね。もう完全に脳死状態だったなこの時。ヤギさんの脳値だからしょうがない。フック欲が見える。やりたがってる。フックやりたがってるな。位置を探してる。ミニオンがいて。またやられてるこれ。これはでもタワースタ突っ込んできたから。あ、でもいけたんか。タワーの力。タワーが。結局タワーよ。あ、死んだ。あ、助けに行こうと。殴り勝てない。助けに行こうと思ったけど。とりあえず壁になるか。お、すげえところから来る。ああ、でも割り込みがやばい。レッドチームのダブルキル。あ、なんか囲い囲ってる。チャームで引き寄せられてる。マジか、あんだけ囲ってサミーラ。はあ、ウルト打つのがちょっと遅いな。みんながいるうちに打たないとウルトは。いやな、めちゃくちゃ惜しい。でも、もうミリだったね。これは死んだ。グエンちゃんもない。インチキ感は全くない。
った。お、いけ、お、いいね、スタンレン。とりあえず一人。ああ。クマも行った。おお。スタミーラが落ちねえ、なんだあれ。あいつは本当に ADC だ。さよなら。あ、逃げてくれた。よかった。でもここから衝撃のシーンが。そうなの。みんな見てたやつ、ね。みんなミッドで死んだからみんな見てた。なんで引かなかったんだろうって感じよね。なんか気になるものがあったのか。タワーの線なんか落として、コンタクトレンズかな、メガネかな。あぶねあぶねやってしまった。あ、見えてはいるんだ。お、前。お、ああ、それえぐい。なんだそれ今の。あれはあの縦の方向からの攻撃が全部無敵無効になる。それはインチキじゃないか。タワーの攻撃とかも。おお、飛び込んできた。あやー。ああ、キジバットマンも逆に飛び込んだ。みんなで飛び込んでみんなで死ぬ。これサミーラが飛び込むから結構パンテオンっていいのかもしれないな。相性が良い。ああ、あらーあらら。はあ、サミーラか。はい、随時最後まで見ていただいてありがとうございました。Twitch 生放送支援で見に来てください。ではでは。